ね、カウントダウンツイートもできなくて悔しかった。にゃふーん、こんばんは。今日ね、ツイートに載せたのはカメラマンさんが撮ってくださったアザーカットなんですよ。で、インスタも更新したのでぜひ見ていただきたいんですが、インスタの方はイーダさんという PLT の編集長さんが撮ってくださった編集部さんが撮ってくださったフィルムカメラでのお写真ツイッターにね載せとったのはね、今日以前のやつはねマネージャーさんが買っとってくださったものだったりするの。なんかいろいろ載せるけど、インスタはちょっと飯田さんのものを載せようかなと思ってる。インスタ久々の投稿でしたね。久々でしたか？いつぶりですか？くー。更新せなあね。そうそう、あれいつ載せたっけって思って、インスタのコメント見ましたか？上げてすぐ配信始めたから見てない、ごめん。ストーリーは多いよね。そう、あげやすいけんね。めっちゃ可愛い、ありがとう。スヌーピーのキャラ、フラフェスの最後のエキステが違う。そうなの。お母さんの生誕祭面白かった。中の人の誕生日もね、おめでたい。ありがとう。ツアーの登録ね。情報モード、そうなのよ。うちのデザインのペンライトシート、いやなんかさ、ペンライトシートみんなめっちゃ可愛く描けてるからさ、すっごって思ってたんですけど、私も全然いいデザインができないというか、なんかどうしようってなって、シンプルに書かせていただいたんですけど、すごいイケメン、イメンね、めっちゃイケメン今日私。でももっとイケメンだったの、こうおでこを出したら。そんなことないかな。
でも入れてくださってるあのツイート見て、あ、結構ペンライトにちょうどいいって思いました。そうなんや、もともとイケメンなんですよね私。先日ながら今日誕生日、お、秋竹城さんお誕生日おめでとうございます。おめでとう、いえいえ、ね、ツアーの登録も出ましたが、なんか私の友達がさ、めっちゃ応援してくれてる子が、なんかね、多分カメラしてて亀戸籍だったのかなって応募してくれてたんですけど、全部ダメだったって言ってて、びっくりした。俺のブーツにはガラガラヘビ、今日コメントくれた道さんファン全員に中でっかいし返信しました。私になってるやん、ステージに立ってる道たくさん見に行く、ありがとう。こんばんは。そう、まだチャンスある、そうそう、だからまたトライするって言ってくれたけどね。そう、レッスンしてます。友達が足りません。優しい。うんうん。疲れ様です。昨日さくらんぼ食べた。いいなぁ。早くさくらんぼ食べたい。去年にさ、ふるさと納税でさくらんぼ頼んだんですよ。まだ来ないんです。朝ドラ出てないよ。カメラ小僧の略、カメ子ね。なんかあんまりさ、私今まで使わない人生だったんですけどね、席の名前になったらもう使うよね。テレビでストーン錦を使ったショートケーキ屋さんの特集してました。私もささくらんぼが使われてるものを全部試しそうっていうさ、この人生計画を最近立ててこの前さくらんぼを使ったビールを飲んだんですよ。でもさくらんぼが好きなんだよな。なんかね、さくらんぼが好きなんだなって思いました。でも好きやったよ。なんかさ、ビールだったけん、ビールのなんかね、ちょっとあのさくらんぼのあの酸味が、そう、さくらんぼの酸味ってあるじゃないですか、レモンの酸味とかと違うさ、そのさくらんぼの酸味がするビールだった。そう、だからなんかさ、チェリーリキュールみたいなやつあるじゃないですか、そういうもの飲んでみたいなと思って。
もうねクラフトビールで、あのそうなのよ、クラフトビールでさくらんぼが使われてるものだったよ。お酒飲めるの？飲めますよ、ビールは飲めるんだ。うん、ハイボールは飲めない。皮がパリッとしてるさくらんぼが好き。そうじゃね、まあ、楽しいよね、パリッとしてたら。パリッパリッと、あのそうだね。そう、なんかあの広島のパルコの近くのお店で買ったんですけど、そのさくらんぼのクラフトビールはなんかね、もうどでかい看板が出てたんですよ。さくらんぼのお酒おすすめですみたいな。さくらんぼ好きとしては買うしかないじゃないですか。で880円ぐらいして一缶、あの普通のほろ酔いぐらいの缶でも、さくらんぼだからさ行くしかないよ。缶もめっちゃ可愛かったの、うん、何パー4パーだった気がする。ヒューガルデンのロゼ、うん、家で一人でプシュって家で一人、うん、家族でとねご飯食べてる時に、そう私だけ飲んでたそう、そうそうそう、でもビールは嫌いじゃないから。全然酔わなかったです。うん、梅酒みたいなささくらんぼ酒がさあるじゃん、多分絶対、多分絶対ね。それを試したいって思ってる。いやでも調べたんですよ、調べてそういうそれっぽいものもあったのよ。そう、さくらんぼのアイスとかあんまり聞かない。確かに確かにね、あの梅酒のさ、梅酒みたいにさくらんぼがさあのチャポンって一個入ってるのとかあったりしたの。簡単なんだ。コロナ禍の時はさね、なんか一緒に晩酌なんかや お酒飲もうみたいなさ、あのイベントとかあったんですよ、ズームでね。ね、だから私とお酒飲んだ方いらっしゃいますか？そうそうそう、オンライン飲み会、それ
大難民会。さくらんぼのスパークリングあるみたい。え、ほんと？ほろ酔いのさ、さくらんぼの味がさ、今出てた、今あるのかわかんないけど、あって、それもね、なんだよ。ほろ酔いのさくらんぼ。ちげ、さくらんぼはね、ちょくちょくダメじゃんちゃけど。ここでやろうや。ここ、ここダメです。禁止なんですよ。うん。ほんとやね。またやってほしい。ね、やればいいのにね。ありがとう、ありがとう。梅酒のってその時だっけ？そう。桜村せって流れ、え、よさげ。許可もらえばできるはず。え、そうなんですか？めっちゃ楽しそうやん。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位ジュンさん、12位ナオさん、11位シロオニツカイさん、10位ヤダヤダヤダさん、9位ジュナラゴさん、8位ブルーさん、7位キミさん、6位ホジェさん、5位キューさん、4位マサスさん、3位ツボユウスケさん、2位昔からおじいさん、そして1位はトルルンチちゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトルルンチちゃん、木彫りのシェキさんでした。ありがとう。それではまたお会いしましょう。久々に配信書いて嬉しかった。あ、ありがとう。明日声ラジ聞いてください。バイバーイ。